かもしれない。よかった、上手に。あ、しちゃった。今日はね、この3人さんと一緒に、ちょっと釣りと、何、シュノーケルまでちょっと行きたいと思います。今日一日、よろしくお願いします。おお、いる、ヒラグル君だ。きれい、きれい、はい、あげて。はい、釣ったぞ。はい、釣ったぞ。はい、初めてのヒラグル君じゃないですか。よかったです。釣ったぞ。すごいよこれ。やったね、すごい。いるいる。はい、取ったぞ。取ったぞ。はい、もうそろそろ来たんで、はい、ガンガン釣ってください。はい、行きましょうか。はい、群れてるんで多分来ます、来ます。よかったよ。来ました、阿部ちゃん来た。阿部ちゃんやったねーの顔は。もうピクピクわかるでしょ、ね、来た来た来た、はい。あれ、これ根掛かりかな。わ、すごい。もうこのままあのバケツに入れていいですよ。はい、はい、初ヒラグルくん。あ、これグルくんなんですか。ヒラグルくんって言ってね、普通のグルくんとは違う、うん、はい、次はそう、夢色もどき。はい、これまた、はい、あの入れて、はい、本当にあの丸グルくん、本当普通のグルくんを、そうそうそう、ガツガツってブルブルってくるでしょ、うん、お、来ましたね、来ましたね、絵吹きだよ、絵吹きだよ、来ましたね。僕の口からのコマセが聞いてますかね。そうそうそう。大事ね。うちの僕のコマセお金かかってますからね。ねえ、結構、うん、結構お金かかる。ね、あれやっぱりあれくそ。はい、いい絵が撮れましたよ、阿部と小岩崎。ね、そこで絵づく。後ろでは今のタイトルが嫌だったっていうこと。本当来てる？え？今引っ張ってたよね。うん。お、あ、これグル君、これグル君、グル君だけど、これグル君です。食ってない。うん、これあのね、これね、釣ったとは言わない。釣ったとは言わないです。引っ掛けたぞ。お、来てる来てる、グル君グル君、やったねー。あ、丸々太ってるよ。でかい、 OK、 でかい、このグル君、阿部ちゃんいいね。もう久々にでかグル君だわ。ね、丸々と太ってる。これ。あ、おー、こっち。よかったよかった。来た来た来た。ともちゃんも来た来た。今です。はい、今来ますよ。地合いだって言って。何？地合い、お魚が釣れるなんていうの、時間帯があって。
地合いなんで、地合い。地合いって。もう今落としたら来ると思います。お、何これ、どうだ何これ、おじさん、はい、ストップ、はい、おじさん、おばさんがおじさん釣りました。おじさんを釣りだおじさん、おじさん、あ、かわいい。ほら、ここね、ほら、ひげがあるでしょ。ひげがあるからおじさんって言うんです。おじさん、ほら、かわいい。このひげね、おじちゃん、はい、おばさんがおじちゃんを釣ったぞ。かわいい、おじちゃん。色も綺麗よね。来てる来てる。すごい。ガンガン来てる。なんかえらいでか。ね、えらい低いよね。重そう。なんだろう。なんかちょっと大きいよ。大きいよ。大きいよと、たまたま。そんなでかいタモ？切れるよ切れるよ切れるよ。あ、何これ。何これ。ガラガラガラ誰だ、ガラガラ、わ、すごい、やったすごい。ちょっと待ってよ、すごいすごい、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、ほら、ね、グル君のなんか偉い引くなと思ったら、ね、おお、グル君釣りで、このでかさのガラ、何これ、美味しいサイズですよ。これ食べれる？食べれる食べれる。すげえ、はい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 。わ、これ、はい、これ取ったとしてください。これ中入れて。はいはい。そう。すげえ。阿部さん、ビールもっとグリップ掴む。あ、ちょっと手を前に。そう。顔の前に寄せた方がいいな。絵になるな。これね、まっすぐしたら大きく見える。そう。で、顔の前に。うん。でも本当でかい。これは初めて取ったぞー。あれで、サビキでこれが、これは初めて。すごーい。すごい。これアジですか？アジの仲間。へー。サビキでこれ釣れる？美味しいです。阿部さん、センスあるね。ね、今日のランチ決定だね。なんか重たかったでしょ。ね、どう見てて、うん？なんかでけえなって思ったら、まさかあれとは思わんかった。いや、もう一匹お願いしますね。もうそろそろ来た？まだ見えない。白黒ありとも、こ、あ、来た来た。あ、これ高校生、高校生、これが高校生、高校生来ました。高校生だもんね。でも結構大きい、この高校生。どうやって出すの？はい、じゃあ次行きましょう。わ、ともちゃん、でっかいグル君釣ったよ、実力で。自分で釣ったよ。横取りじゃない感じ、今度は。結構また丸々でっかいね。太ってるね。ね、ごめんなさい。私みたいっていう。私と一緒だ。私の腹と一緒だ。じゃんじゃん行きましょう。はい。これね、またグル君初のゲット。初の引っ掛けと思ったら引っ掛け。またエラの上の方に引っかかってる。引っ掛けうまいな。引っ掛けがうまいね。逆にすごい。取ったぞ。引っ掛けたぞ。引っ掛けたぞ。取ったぞ。はい。これはこれは今日はね、サビキで阿部ちゃんが釣った。阿部社長が釣った。霞味美味しいサイズの美味しい味です。めちゃくちゃでかい。これサビキで釣ったってね、何回も言うけど、まあまあ普通は釣れない。普通は切れる途中、ね、プチって一発で切れる。ということで今日のランチはこれでいきます。はいはい、じゃあお任せあれ。はい、お願いします。キラリン、メロとかしたらよかったかもね。それかこの味の開き、塩焼きで。もうキメさん、高級ホテルに、三つ星ホテルに働けるんじゃないですか。三つ星しかかげって、歌いから早くやってください。かしこまり。うわ、うまそう。うまそうですけど、キメさん、うまいっすよ。うん、脂が乗ってますよ。相変わらず身も厚くてうまそうです。そうよ、漁師飯だから。漁師飯がっつり贅沢に、はい、
もう海んちゅといえばキミタンっていう。いやいや、それは意識。阿部ちゃんがもう一生懸命黙々と。ガンガン。阿部さん注文する。今日阿部さんのあれだね。全部。ね。今日はもう透明度はもうすごくいいです。もう船の上からこういう状態。ちょうど島浦に来ているので風は あんまり吹いてなく、波もほとんどないですね。船酔いしている人も元気になりました。湯浅さんが水を得た魚のように元気になってます。キミさん、ご帰還ですか？どうでした？綺麗かった？うん、綺麗綺麗。ちょっとでも、思ったほどやっぱり魚が少ないな。あー。でも透明度良かったでしょ、今日。透明度すっごい。これでさ、日が差したらもっと綺麗よね。うん、はい、本日の、はい、ランチは終わったけどね。霞味。はい、霞味のカルパッチョ。カルパッチョと、はい、これはね、グルクン。グルクン。そうそう、新鮮グルクン。そうね、新鮮ね。カルパッチョにしたのと、はい、あとは、こちらはね、はい、もういつもの通り、お醤油とわさびで、いただくように準備しました。はい。では皆さん、はい。はい。いただきまーす。いただきまーす。小さびら。どう？ブリブリ。ブリブリ？ブリブリ。プリプリで美味しいです。やっぱり俺が釣ったのは違うぜっていう。でもグルクンの方がなんかプリプリしてる感じ。甘みもね、ね、グルクンの方がプルンプルしてるよね、うん、こっちはさっぱりしてる感じで、うん、ね。石垣は夜楽しいっすね。うん、夜は楽しいよ。明日もいい天気、今日の夜もずっとこんな感じ。はい、ちょっとだんだん曇ってきたので皆さん撤収です。お疲れ様です。後ろがね、雨雲がすごい、ね、でもちょうどいい具合に遊べたんでね、よかったです。ありがとうございます。殿城漁港に着きました。はい、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう最後ね、もう船着けるのに長い足でこの長い足で助けてもらいました。ありがとうございます。ね、ちょっとね、大きなのがね、ちょっとね、泳がせで釣れなかったのがちょっと心残りで。そこものがね、でも結構大きな味を釣ってくれたんで。よかったよかったよかった、ね、もう何十年ぶりにね、釣ってもらってよかったです。楽しかったね、本当に。ちょっとほっとしました。ごちそうさまです。ほっときゃ、もうどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。もう、ね、
またよろしくお願いします。次回もよろしくお願い。ちょっとね、ちょっと具合がちょっと青だめてますけど、あの僕のコマセでやっぱいっぱい釣れました。はい、また次回もコマセよろしくお願いします。よろしくお願いします。大事。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。安心安心。